奴らは暗殺を逃れた。全力で城を攻撃すべきだ。息をする暇を与えてはならぬ。愛子殿と隼人殿から知らせがあるまでは大砲を絶対使いはせぬ。わきまえろ無限。もっと早く情報が届いていれば今日の戦闘はなかったはずだ。不可解な問題があります。なぜ乙事大将は金沢城の支配を許されたのでしょう。愛子殿、隼人殿、生きてるよ。飛騨村で乙事の計画を聞いた。ユキはメッセージを届けなかったの。ユキちゃん、これがどれだけ大切か伝えたはずよ。落ち着きなされ愛子さんよ。ユキちゃんは悪くないんじゃ。ユキ殿が任務を果たせなんだのは窮地に陥った我らを救うべく尽力してくれと申したがゆえ。そのようなことはいい。できることをせねばならぬ。二方はおことの趣味について何が分かったのだ。やつとその部隊を飛騨から尾行した。戦闘でよく訓練された部隊だった。武器もよく手入れされていた。城を落とすぐらい奴らには造作もないことだろう。食料や軍備は揃っておりました。数ヶ月は耐えうることでしょう。また影様からの増援がすぐにあるとの話も聞いております。数ヶ月も待てぬ。準備をしろ。次の攻撃には参加してもらう。情勢を優位に変えてくれることを期待する。昇様、私には乙事の守りに関する確かな考えがあります。おそらく今後の戦いへの助けになるかと。もしその知恵が作戦に欠かせぬものというならば、愛子殿、世の力となってもらおう。残りは戦の準備だ。指令はすぐに伝える。仰せのままに昇様。女が政治だとバカバカしい。見なよ、いいな。また敵の後ろにつくんだ。そのようだ。昔のようじゃわい。愛子さんは一緒じゃないの。愛子殿は昇様への助言で我らを助けてくれぬか。次の戦いはとても危険ゆえ、ユキ殿は来なくてもよい。うん、私も行く。だって金沢は私の故郷だから。それに裏路地だって全部知ってるしね。お主の意志であれば止めはせぬ。では準備を整え、昇様の命令を待とう。ユキちゃん、愛子さん、そのすみません。いいのよユキちゃん。その途中でクマを見つけて血だらけで、その難しい選択だったわね。そういう場面私にもあったわ。あなたは立派な大人よユキちゃん。疑っていたこと謝らせて。愛子さん、必ず戻ってくるのよみんなと。はい愛子さん。日本者どもは金沢城で立てこもっておる。要塞へ侵入し内側から弱らせよ。二手に分かれ城を両側から攻めてもらう。我が幕府軍は乙事へ正面から向かう。そなたらが役人を討て、部下の侵入もできる。城内壁で道を見つけ供給庫を破壊せよ。それが終わればいかようにも乙事と対峙できる。彼の死は反乱の終わりを意味するだろう。彼は強敵だ。覚悟してかかれ。そなたらの行動が戦の契機となろう。失敗は許されぬ。
場所覚えてる。大きなお侍さんたちの家だ。ここに住んでおったのか、ユキちゃんよ。お母さんと長くはなかったか。ほう、なぜここを離れた。何かあったのかの。嫌なことだね。ずっと前に。やだな。ほう、なぜここを離れた。何かあったのかの。嫌なことがね、ずっと前に。そう、こんな感じだった。ああ、あんたんたる記憶くじゃったか。すまぬ、忘れてくれ。城へ向かおうかの。ユキちゃんよ、そこを出てからはどうしてたんじゃ。なんで知りたいの。いかにしてお前さんがものを学んでいったのか気になっての。あれ、人から学んだのもあるし、そうじゃないのもある。もし教えてくれる人がいなかったら。なれば自らで自らを教えればよい。見て学び、己に問い、己で解を出す。どうじゃ。幸運じゃな。足を使うかの。おお、やったぞい。役人を倒したぞい。敵の士気は弱まっている。進撃だ。別の役人が倒された。飛ばせるぞ。最後の質問じゃ、ユキちゃんよ。わしはどうやって銃の音を消したと思う。それは、そうだな、そんな難しいことわからないよ。人生とは素晴らしい先生だよ。じゃが、人が指導してくれた時にしか分からぬものもいくつか。膝をつく。上から攻撃してるだろ。包帯あるわよ。耳を塞いでね。人生とは素晴らしい先生じゃよ。じゃが、人が指導してくれた時にしか分からぬものもいくつかある。わしの手ほどきを受けてみるかのう、ユキちゃん。つまり先生ってこと。それが
お主の望みならの。本当？はい、教えてほしいです。戦場で弟子ができるとは思わんかったの。この辺りはどうも慌ただしいな。再び共に困難へ立ち向かうことになりましたな。あんたと働くの割と嫌いじゃないですか。それは光栄な話だ。弾は込めて使える。いや、それはできない。ダメだ、できないぞ。それはできない。ダメだ。いや、まだだ。風邪か。準備はできていない。任せてよ。手裏剣を使う。できん。できないぞ。今のは聞いた。セロ。いいだろう。人生とは素晴らしい先生じゃよ。じゃが、人が指導してくれた時にしか分からぬものもいくつかある。わしの手ほどきを。責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが己が使命はしかと心に抱かれよ。勝者を連れてこい。我らは勝利を収めるであろう。
りすがりのものだ。やったぞい。たくま様、わしの手ほどきを受けてみるかのう、ゆきちゃん。つまり先生ってこと？それがお主の望みならのう。本当？はい、教えてほしいです。戦場で弟子ができるとは思わんかったの。人生とは素晴らしい先生じゃよ。じゃが、人が指導してくれた時にしか分からぬものもいくつかある。わしの手ほどきを受けてみるかのう、ゆきちゃん。つまり先生ってこと？それがお主の望みならのう。本当？
はい、教えてほしいです。うん戦場で弟子ができるとは思わんかったの。やったぞい。いるもんじゃないぞ。見つけ次第攻撃だ。おとりが必要だ。酒か？自分のがあるぞ。暗闇に気をつけてチェックしろ。敵が潜んでいるかもしれん。酒に飲まれよ。我慢できんだろう。ただの。はあ、酒か。何か見えるぞ。酒か。自分のがあるぞ。見つけ次第攻撃だ。情けは無用だ。酒のために持ち場は離れられん。酒かよ。酒に飲まれよ。我慢できんだろう。瓶を、終わった。腕のある敵だ。
よと共に死ぬがよい。死は気まぐれ。手裏剣術。せっせっせっ。もらった。手に入れた。素早く勇敢に。人生とは素晴らしい先生じゃよ。じゃが人が指導してくれた時にしか分からぬものもいくつかある。特にわしせよ。父ちゃんは好きじゃないの。どこに情けは無用だ。違うな。幽霊ではないのだぞ。おそらく。何もないぞ。わしの手ほどきを受けてみるかのう、ユキちゃん。つまり先生ってこと。それがお主の望みならのう。本当、教えてほしいです。戦場で弟子ができるとは思わんかったの。おっことの兵ではないのですね。戸の鍵を開けておいた。しかし昇様が城を強襲し終わるまではここにおられよ。わかりました。おっことと戦うときはお気をつけください。奴を倒すには真の侍の力が必要です。逃げようとしても無駄だ。やつは攻撃されているぞ。ただのかすり傷だ。死が包帯をも誰も死なせたりせん。ある敵だ。攻撃を見よ。わしの手ほどきを受けてみるかのう、ユキちゃん。つまり先生ってこと。それがお主の望みならのう。本当、はい、教えてほしいです。戦場で弟子ができるとは思わんかったのう。年を取ったかね、無限殿よ。おの子にとって年を重ねるは誇り。貴殿が何よりの証。賢い言葉じゃ。賢いぞ。素早く勇敢に。行かない。時こそ大切じゃ。
やったぞい。気をつけろ。さっさと行くぞ。さあ行くぞ。ここにいるわ。よし、ここで待つのはやったぞい。あの時みたい。この名をしかと覚えておけ。
常に用心しておるよ。なんで隠れてんだ。逃げようとしても無駄だ。ここ一体を絶やすんだ。あっちからやってきた。隠れているのは分かっている。死んでるぞ。幕府の刺客どもめ、奴らの匂いがまだ残っておる。軍備を破壊し、次は私に歯向かうか。みんな位置につかれよ。佐久間殿、貴殿は高知へ向かっとるぞい。ハヤト殿、ユキ殿、行くか。はい。部隊を取れ。何もないぞ。影様からの増援が来るまで耐えるのだ。虫けらどもに真の侍の怒りを見せてくれよ。反乱をこれにて終焉へと導く。良き導きじゃ。ためらうな。いい武器じゃ。バカめ、貴様らの首を影様へ差し上げよ。臆病者はそのまま腐って死ぬ。その手は悪い。手元を狂わすなよ。やったぞい。よし、優勢を取れ。やったぞい。行け。吠えろ。変な音なのか。戻ってこい。よう来た。出番じゃ。引きつけるんじゃ。聞こえたような。戻ってこい。面白いね。よし、行くんじゃ。戻ってこい。気を引くんじゃ。何か見えるぞ。いや、無視するまでだ。戻ってこい。おかしなやつだ。なんと。よう来た。覚悟せい。
幕府の佐久間殿、はい、はい、舞台をと良き導きじゃ。相手にならんぞ、クズめ。見つけたら撃て、ためらうな。もうあまりないぞ。真っただ中だ。まだ必要とされておる。うん、位置についたわい。油断するな。増援はすぐに届く。やったぞい。おお、やったぞい。忍びめ。よし。やったぞい。おお、やったぞい。やったぞい。決勝ならす。もう弾がないんじゃ。やったぞい。登録費や。待っても無駄だな。準備完了。殺されたのだな。クズの侵入を許すな。名誉の侵ならばそれもまたよし。時間厳守だ。無駄にする時間などない。おお、懐かしい戦術じゃな。誰の手、鳥の声。いえ、まだ時間がかかるの。まだ準備できてない。わしの手ほどきを受けてみるかのう、ゆきちゃん。つまり先生ってこと。それがお主の望みならのう。本当、はい、教えてほしいです。うん、戦場で弟子ができるとは思わんかったの。クズの侵入を許すな。首をいただくぞ。戦場で弟子ができるとは思わんかったの。油断するな。増援はすぐに届く。不病者はそのまま腐ってしまえ。クズめに私を討ち取れるはずがない。なぜ影様は来ない。まだ分からぬか。誰も気はせぬ。影様はお主を見捨てたのだ。そんなバカな。影様、奴に名誉はないのか。裏切り者の臆病者め。拙者は大城無限。拙者と貴殿、どちらも名誉ある武士。誰が影様か教えよ。さすれば侍としての誇りある死を与えん。ありがたい話だが、その申し出は受けられぬ。その男の顔は見たことがなくてな。ならば知っていることを教えよ。くそ、三つの同盟があった。ヤブ大名、影様、そして自分で江戸を制圧するための力を集めていた。だが刺客がヤブを殺した。その同盟の目的を聞かせよ。なぜ平和を脅かす。そうか、最後に会ったのは潜伏の野営地。天幕の中に地図がある。そこで奴を見つけられるかもしれぬ。次は我らの名誉だ。しかし最後は裏切りか。影様に名誉などありはせぬ。
正義のもとに鉄槌を下そう。平和な世において侍など無価値。我ら侍は戦いこそが全て。戦いの中にこそ正がある。なれば平和など。影様はそれを知っていた。だから我らはついていくことにしたのだ。なすべきことをなす。これを取られよ。拙者が解釈いたす。皆が証人となろう。あすなおに我をとらめや。やがてまた影様は裏切ったんだ。難しいな。もしおっことの話が本当であらば、影様は手の内にある。うん、なら注意していかんとの。愛子さんはどうしているかな。愛子殿と昇様に再会し江戸へ戻ろう。上様が次の手を考えてくださるであろう。Thank you.